皆さんこんにちは、シダル TVC 涼介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。いつもありがとうございます。小山さん、はい、なんか見たことあるけど色が違う。はい、シンガーシャフトっていうのを前にシダやったんですけど、はい、あれって50、60グラムくらいだったんで、はい、40が出たらしいんですよ。40だで、打ってくれって言われたんで、ちょっと40も打ってみようじゃないかって打ってくれって言われたから打ちますそうそうね、いいね。ヘッドがこれはマックス LS、 エピックマックス LS が付いてます。これはまあメーカーさんがご用意していただいた。あ、石山のヘッドじゃなくていいの？まあ、とりあえずこれでいきましょう。まあまあ直進性はあるんだけど、スピードは少なくて、はい、ハードなヘッドでしたね。でもやっぱりこうやってワッグルするとポヨン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 こう、まあ、ジンガー特有のこうしなり感っていうか、うん、感じますけど、で持った感じね、まあまあしっかりしてて 40g っていうか違うあんましないです。試作段階からジンガーを愛している石井さん、ちょっと打ってみてください、はい、僕のやつ 60g 台半ばとかですからねいきます。タイミング取りやすいのはやっぱりジンガーだなって感じですね。うん。うん。本当、これ打ってるとタイミングいいと思いません？スイングリズムがいいっていうか。スマッシュファクターも高いでございますよ、うん、まあ一応40ぐらいでは打ってはいるんですけど、まあ、40で打ったとするならばほぼほぼ理想像でしょうっていう感じだとは思いますが、この回のエピック飛ぶよね。60が出て50が出て40、40って言うとどのくらいの人が合うもんなんですかね。でもね、打ってる感じ、純粋になんかこう最初 40g 台って言われちゃうと、例えばまあ年配の、まあ、シニア層のゴルファーとか、またはちょっとパワーのある女性陣とかって想像をふっとまあするんですけど、持った感じで結構しっかりしてるじゃんって思うし、まあ、打ってるとタイミング取りやすいのはまあジンガーのそれなんですけど、結構ね、特になんかヘッドよりも手元側の方にちょっとなんかこうしっかり感っていうか、ずっしり感みたいなものを感じるので、逆にそのパワーがないからじゃなくて、もっと早く振りたいから軽くしてるっていう方が合うのかもと思って今打ってますけど、タイミングが取れるんだよね。ちょっとスピード上げてみて。あんまり上がってないけど、もっと上げておければ上げますよ。2ぐらい、そう、いや、もっと上げておければ上げますよ、うん、ちょっとずついかないとね。1メートル、2メートルぐらいは上がってほしい。びっくりもしないからね。40から42だからねじゃあ40、次4ぐらい、はい、43、うん、小出しに行くね、今日小出し、ブブカぐらい小出し。スマッシュブブカは多分 0.5 単位でしょ。スマッシュファクターが出るね。押せてるんだろうね。これはちょっと擦ったかな。あ、でも出てるね、スマッシュファクターね。4.9 素晴らしい。あのミート率って言わずにスマッシュファクターっていうようにしようかなーって。まあまあまあ、それは思ってて、一応表記はスマッシュファクター。ミート率って言ったらごめんなさい。これは分厚い音がしたよ。あの、まあ、僕が知ってる5と6のジンガーのいいところはそのまんまなんですよ。いいね、いいじゃん。そのまんまにすごいタイミング取りやすいし、ちょっとアッパーな感じで少しちょっと捕まえてくれる挙動にこうシャフトの方が勝手になってくれるので、自分は何もしないでも勝手にドロー系になるよねっていうイメージがあるのと、このシャフトでこう、まあ、素振りっていうかタイミング取ってるとスイングのリズムみたいなものがこう思い出せるので、いや一応これのだからそのカーボンの素感の状態のプロとは僕あの自分のキャリーバッグ入ってて練習用に使ってますよ。スピードが上がるほどその動きは大きくなりますよね。
いやでもね、そんなに言うほど極端に読んだから劇的に軽いということでは多分ないんじゃないかなと思います。ただ5と比べたら明らかに軽いんだろうなって。でこれぐらいの速度で振っても十分こうシャフトが負けちゃう感じはないので、46で振っても全然問題ないし、だからムチみたいなタイミング取りやすさみたいなものはそのままに、まあ、軽量になった分だけ速度が上げやすいから、だから体力ない人っていうよりは単純にどの要はジンガー6使ってでもジンガー5使ってでもいいからもっと早く振りたい人で、振っても暴れないしちゃんとこうついてきてくれるし、微妙な話ですけど、はい、ジンガー5と比べてしなり量ってやっぱ大きいもんなんですか？でもね、ジンガーって打つと分かるんですけど、自分が負荷かけたらかけただけしなるし、負荷あんまりかけなかったらそこまでしならないし、割とこうプレイヤーのその力感に応じてしなりが変わるだけなので、まあ、その辺は4号もそこまで変わんないんじゃないかなっていう感じはします。ただ、なくなったからといってでもね、速度感は、ことはない、速度感はあるなとは思います。こう打てない人もいる。これが打てない人はシャフトのしなりが使えてない人ですよ。嫌なこと言うね。そういう人はどういう球になったの？こういう悪い例、悪い例、うん、やっぱぶっつけ打ちみたいな感じじゃない？それは叩きつけちゃうとかね。やっぱこう切り返し力んじゃって早めにキャストしちゃうとわ、ね、ーって戻ってくるって、はい、まあそれが課題シャフトだとぶつけてスライスになるんだけど、まあ、ジンガだとバーってかぶってきちゃって引っかかるってことは起こるかな。そういう人はちょっと間を取って、まあこのクラブをそんなにこう腕力じゃなくて、体を右向けましょう左向けましょうぐらいのこうリズムを取ってあげて、このリズム取ってあげてる中で、まあ、ボールがそこにあれば程よく当たるよねみたいな練習からしていくのが、はい、で例えば今昨今いろんなカスタムシャフトをね、いろんなメーカーさんが出されていて、よく聞くのがシャフトのしなりを感じませんとか、分かりませんとか、どういうシャフトが合ってるのか分からないって言うじゃないですか。でそうじゃなくて、まずこのシャフトのしなりに身を預けて、まずこのしなりを感じるところからスタートしようよっていう。でシャフトってしなるとこんな風に動くんだとか、あなるほどこのタイミングで打つと、あのインパクトが揃ってボールが結果的に集まってくるよねっていうのが、まあ、そもそものジンガーのコンセプトだと思うので。でワンフレックスなんでしたっけ？ワンフレックス、僕が一番最初にジンガーを打たせてもらった時の一番のびっくりしたのは、こんだけ柔らかくてタイミング取りやすいのにスピンがそんなに入らないで前に行く感じになった、押せてる感じっていうのが、おーこのシャフトすごいですねって話をしたら、まさかそのまま発売されるとはっていう感じだったんですけど。ちなみに相性のいいヘッドとかってあったりしますかね？どうだろう。一つ言えるのは、スピンが昨今その少ない方向にこう振ってるヘッドが多いと思うんですけど、ああいうヘッドにちゃんと打ち出しの高さを作ってくれるってことで言えば、低スピン系のヘッドで飛ばすっていうのはすごい武器になる。ちょっと高めに出ますよね。ちょっと高めだと思います。しなりがあるから。で僕がでも最初びっくりしたのは、このクラブを試打した時にシム2マックスだったかシム2のヘッドが入ったと思うんですけど、僕の中の基準としてシムよりシム2ってスピンが増えるっていう印象だったのが、まあ、世間的にはそうだと思うんですよね。ところがジンガー そのプロで入れた時にはすごい収まった棒玉になってスピンが減ったんですよ。だからこのシャフトの特徴っていうのは、もちろんその打ち出しを高くしてくれるんだけど、ちょっとこう球を持ちながら前にバーンと弾く感じで、スピンをそんなにこう極端に増やさないっていうか、逃がさない感じがする、まあ、それを軽量のバージョンでもできるので、だちょっと高さ出してあげて、厚く当たりやすいみたいな、はい、ちょっとこう高い棒玉チックなボールであんまり落ちてこないみたいなボールを目指すと、このジンガーのいいところが使えるんじゃないのかなっていう感じはします。欲しくなっちゃうね。欲しくなっちゃうね。一本ちと練習で、あと今なんかヒール当たってちょっとオフセンターなんだけど、ちゃんと耐えてくれるし、ね、うん、おスピード上がってきた、うん、じゃあいい球打って終わりにしましょうか、うん、いいね、いいね、本当タイミング取りやすいよ。で僕のスピードで打ってもシャフトが全然頼りなくないっていうのがいいとこで、めちゃめちゃ初速出る、うん、だけど速度落としたら落としなりにちゃんと高さが出て棒玉になるので、飛ばせるシャフトっていう言い方が押していいんじゃないかなと思いますけど、はい、こういうやつ、こういうやつ、はいはい、こういうの、
40、39球。すごいスマッシュファクター 1.5 でしょ。素晴らしい。40で240キロはいいでしょ。ドライバーで久々に見たね、うん、ほぼ理想だ。40で240出たらいいね、うん、だからこのジンガーのこうタイミングっていうかシナリオをうまく使って最長不倒を目指しましょう、うん、飛ばせるタイプのシャフトなんじゃないかなっていう感じはします、はい、なるほど。じゃあ終わりましょうか。はい、いいですか。はい、やる気満々になってきた、はい、ありがとうございました。ジンガー4です。はい、いやあの5、6と両方とも試していた中で、あ、4の方が振りやすいっていうふうにあの見つけた方は4を選べばいいんじゃないかなと。それで、ね、プロトタイプだから色はね、あの変わるかも。それちょっと、いや変わると思う。5と6と同じような色になるんで。なるほど。それちょっと違う色になってると思うので、あの変わるらしいので、だからちょっと重め、ご安心ください。重さがあってタイミング取りたい人は6がいいと思うし、その辺も本当4、5、6それぞれ打ってもらった方がいいと思うんですけど、ただ早く振りたい人は4、はい、うん、で僕の速度で振っても全然暴れる感じはしないし、素晴らしい、はい、すごいと思います。さすが進化グラファイトさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いいね。